今年の4月に2人目の息子が生まれたんですよ。で上の息子が今7歳なんですね、小学校1年生なんです。そうするとね、寝るのが家にいるときはだいたい夜9時ぐらいなんですよ、うん、で朝が6時ぐらいに起きて、うん、っていうあの9時間睡眠がベースなんですね。で僕が夜仕事があるときは、一緒に寝るときはそれで、仕事があるときはまあ12時ぐらいとかに1時とかに寝るんだけど、うん、まあ朝はだいたい6時とか6時半に起きて、うん、今年はそのブダペストに行かれた、うん、行ってきた。あのね、この間ようやく行ってきました。あのめちゃめちゃいい建築でした。でもね、自分で久しぶりに名建築見たなと思って でも去年の時から芦田さんも僕もこれすごいじゃないですかって言ってるのに、うんうん、そうすかねみたいなこと言って、いや、確信は持てなかったんですよね。だから写真だけだから。ああ、なるほど。僕が直接インスピレーションを受けたのはこの音楽の家っていうハウスオブミュージックっていうものの、直系の先祖はミュージックアカデミーっていう、古い建物があって、クラシカルな建物があって、そこはすごい装飾的な建物なんですけど、メインコンサートホールがね、中が内装が真っ金金なんですね。だけどその趣味悪くなくって、なんかいい感じの金色で、しかもこの彫刻が、葉っぱの彫刻が、あの浮き彫りみたいなのがわーっとこうついてて、多分音響的にもそれがなんかうまいこと言ってるような。葉っぱの色って常に変わりますよね。春は割とあの明るいグリーンなんだけど、だんだん夏になると濃くなってきて、で秋になると紅葉になってこう金色になってきて、冬はほぼ落葉樹なんで全部葉っぱが落ちると。そういう時にそのどの季節ともちゃんとこう響き合うような素材なりテクスチャーっていうのは何なんだろうなと。で一つ淡いこの金色っていうのが可能性がありそうだなっていうのと、そのミュージックアカデミーとの歴史のこうなんかリンクみたいなところも考えて、華やかなんだけどウェルカムで、で落ち着くなんかヒューマンスケールがあって、ああ何なんですかね、なんかの現象がある、検証っていうかね、迫力か、まあ、とにかく行ってみましょうか。行ってみてください。これでもめちゃめちゃいいところにあるんですよ。 名建築だなと思いました ね聞いてます。現実にこう落とし込むときに、この特殊界じゃないですか、やっぱりね、その生産性が生み出せるようなものでもないし、うんうん、工夫であってたりとか、実はこういうふうに研いでいってるっていうようなものを持ってらしてる。いやだから僕も自分で不思議って言うと変なんだけど、うん、海外でいろんなプロジェクトをやらせてもらうじゃないですか。そうするとなんかクライアントはその藤本シグネチャーが欲しいと、うん、あるいは藤本シグネチャーを求めてるんだって言ってるんだけど、うん、どこを指してんのかなっていうのは自分で分かんないんですよ。その何らかの形でおおなんかワクワクするじゃんとか、おおなんかこれ面白そうじゃんっていうものを提案できてるから何らかの評価をされてるんだろうと思うんですけど、そこがどこなのかがいまいち分かってなくて、僕もあこれ去年も言いましたね、一つの空。いやあの去年飛ばしたので。あ去年飛ばしちゃった。はい、あの万博会場にそれこそ2年前にみんなで行ったんですよ、プロデューサーのね。そこに行って10人ぐらいでうろちょろしてたんだけど、最後はっていうかもうすぐみんな空を見上げ始めるんですね。で、あこれはもしかしていろんなパビリオンとかがあったとしても人は最後この空見上げんじゃないかな、ここだったらって思って、でこの空の写真、その時撮った写真なんですけど、また めちゃめちゃこう雲も綺麗で空がすごいでかいんですよ、まあ、周り何もないんで。でその時にあこの空をこう丸く切り取ってあげたら一個の地球みたいな空が、地球は下にあるんだけど地球みたいな空が上にこう頭上に出現して、でそれであればなんだろう、みんなが共有できる万博のシンボルっていうふうに言えるんではないかなと思って、でそれを何で作るかって言った時に木造だろうと、うん、この千何百年の木造建築の歴史がある関西エリアで、うん、これを鉄骨とか RC で作っちゃいかんだろうということで、うん、木造で今作ろうとしていて、すすきとか植えたいなと思ってて、ブワーってすすきがわーって風になびいてる向こうに地球みたいな空が上に浮かんでるって
ていう状況があまりに複雑じゃないですか、建築って。そうですね。で飛騨もそうだけど、うん、あの複雑な、まあ、万博もそうなんだけど、あの複雑な状況に対してふざけてんのかっていうぐらい単純な丸いこうなんかお盆がボーンと現れる、うん、でそれをふざけてるわけじゃなくて、さまざまなことを考えて、あるいは考えてないこともその先には取り込んでしまうような可能性のあるある一つの形なり情景を作れてしまうっていうのは、これすごいことだと思うんですよ。責任のある仕事ですよね。最後に大きな拍手で閉会とさせてください。ありがとうございました。